富永さん、はい、6月、いや、7月5日ということで。7月です。はい、7月5日ということで。大丈夫ですか、酔っ払ってないですか、大丈夫です。大丈夫です。富永さんは、顔が赤い7月5日、東西戦始めていきたいと思います。はい、ちょっとしか飲んでない。先方戦は、山野、トゥエルブ対シーマなんですが、あら、タルバインさんどうしたんでしょうか、富永さん、これは。タルバインさんは、はい、あれですね、ちょっと今日のオーダーは僕が決めたんじゃないんで。あ、富永さんが、今日のオーダーは作っていないと。はい、関与していないと。そう、俺が決めてたら、完全にタルバインをかぶせるんですが、はい。まあ、ちょっと今日は、ゲストもいっぱいなんで。ゲストいますね、今日は。ゲストいっぱいいるんでね。今日は17対17ということなんですが、はい。まあ、富永さん。はい。かなり遠征勢が来てらっしゃいます。今日ほんといっぱいいますね。はい。海外からお越しの。宵闇さんと、はい。FCS さんと、さんと、そして海外からお越しの、ゆうさん。ゆうさん。海外からお越しのゆう様と、マルコさんですね。海外からお越しの。ということで、遠征勢いっぱいいます。はい、そして、ジローを、そしてネスターラオウと、はい、ラオウさん、そうですね、久しぶりですね、はい、ラオウさんね、まあ、かなり来ております、本日、はい、4月5日、はい、そして先鋒戦は山がリードをしている、アックスから飛び込んでリープ、うん、さあ、富永さん、はい、レミー対トゥエルブなんですが、これどういったカードでしょうか。これはですね、はい、レミー側が、はい、ルグレの先端を当てすることによって、はい、トゥエルブはあのやることがなくなるんですよね。ルグレの先端をレミガが打つことに注意するとトゥエルブがやることがないと、はい、だがしかし現在リードしているのは、まあ、山ですね。ここはしっかり XNDL 決めてジャブ台系投げて、さあどうする、この状況で山の当然選択肢がもうニードル決めて、最後のニードル、ルグレ先端関係なし、マジか。さあ、そしてここで登場はベア犬なんですが、はい、富永さんはこれはまあさすがに圧倒的権有利のカードと言われていますが、圧倒的権有利ですね、はい、これね、まあ、前回ですね、はい、同キャラファイブオンか何かで、同キャラファイブオン、はい、デシケンさんのトゥエルブ戦を見てたんです、ね、はいはい、見たことがあるんですけども、はい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 、本気で終わってますね、このカード。本気で終わってる。本気で終わってますね。あれ、10年とかあんま関係ない。あ、関係ないです。え？あの、見てて、はい。もう勝つ要素ねえだろ、これっていう。マジで？年数関係なかった、はい、もうなんかよくわかんないですけど、見ててもよくわかんないんですけど、はい、強すぎました、ちょっと。それさ、まあ、デシケンさんが強すぎたのかもしれないんですけど、いや、でも多分ね、無理です、はい、あれ。無理ですね。と言っている間に、ヤバが1本取っていると。マジか、はい、でもこれベアさんちょっとあれだよね、トゥエルブ戦はまあどうなんですかね、やはりアップエース勢そしてスパフォー勢なので、いや知らないでしょうね、トゥエルブ戦、ね、そしてこれダブルが入るんですよ、うん、中央、俺も分かんないもん、トゥエルブ戦さつまき、あ、富永さんもトゥエルブ戦分からない、分かんない、10年やっていても分からないことっていうのはあるんですか、富永さん。あります、たくさんあります。10年やっていても分からないことはあると、いくらでもあります、このゲーム、はい、なかなかやはり奥が深いゲームですか、はい、だから面白いんです、サードストライク、そうですね、はい、それがサードストライク、やはり奥が深いと富永さんからありがたい言葉をいただきましたが、はい、コシコシ固めて大 K ジャンプダイバー、さあと山の動き非常に速い、非常に速い、非常に速い、相手がわからないとミリが非常に速く、はい、動きに揺されていけば、まあ、山さんはですね、はい、やはり今度の土曜日、はい、大山ニュートンで最後の予選がありますんで、そうですね、やはりそういうところも見据えて、はい、本日は来ていらっしゃってます。そうですね、イエクサスザキ、ダイバー、やっぱりトゥエルブ戦は結構 EX 竜巻が機能しますね、空中の機能するようですね、ジャブ台系あれ引っかかって昇竜昇竜とかいけるんですよね、確か EX 竜巻とやはり対空昇竜拳も大昇竜もかなり怖いということ で、 そうですよ、ね、はい、現代トゥエルブかなり厳しいカードなんですが、まあお互いここは1ラウンドずつ取っていますので何が起こるかわからない、腰ジャンプ大パン、ジャンプ小パン、中パン、今の中パンなんかネクロの中パンにすごい似てます ね、 似てましたね、すごい似てますね、やはりネクロの後継機ということで、あ、はい、そういう意味で似てるのかもしれません、下位互換ってやつですか、はい、いや上位互換です、上位互換、上位互換です、え、10年やってね、そんなことも知らないんすか、富永さん、上位互換です、上位互換、マジか、富永さん
確認しますけど、はい、10年やってらっしゃるんですよ。あ、10年やってますよ。10年やってます。あの稼働初期からやってますからね。稼働初期からやってる。でもネクロの介護官がテール、はい、ここはナイト、あーキックスアドケン投げて、まあ、10年やっていいのも分からないことは先ほど飛び出した。少し勝ったかな、これ。テレビティグは壊し最強。さあ、そしてここでさあ、富永さん、はい、トゥエルブのキャラです。トゥエルブのキャラ、ネクロは介護官、トゥエルブのキャラです。はい、さあ富永さん、始まりましたが、ネクロは介護官、トゥエルブ。これあれなんですかね、ヤマさんと水中さんが喋るときは、はい、あの0と1で喋るんですかね。そういうことじゃないですかね、やはり、はい、一進数で、だからお互いそういう会話ができるということで、はい、やはり学校ではかなり暇つぶしができたと、なるほど、そういう話を伺っております。はい、2人の話は2人にしか分からない、はい、そうです。なんで、はい、漫画とかでよく、はい、紙をなんか後ろにちょっと渡すみたいな、なんかそういう点があるじゃないですか。はい、そういうのあるじゃないですか。あれは全部、はい、水中さんと山さんの場合は0と1と2で構成されてますので、なるほど、はい、他の人が見ても読めない構成になってます。じゃあ先生に見つかっても、そうです、全然大丈夫です。なんて書いてあるか分かんないと全然大丈夫です。アクセコラ削りしっかり、やべえな。俺も昔二進数で会話すればよかったな。授業中。あ、授業中、授業中で会話できればよかったの。うん。富永さん、ちなみに、共学ですか、はい、え、高校は共学ですか。あ、共学でしたね。共学ですか、はい、高校は共学。ドイツですか。いや、あのね。あ、そう。新潟行ってたんで。新潟ですね。そう。新潟といえば、はい。ロクさんが取ったということで、ね、そういった情報も入ってきましたが。ロクさんにね、夜中電話したら、はい、すげえキレられた。キレられましたか、はい、はい。お前、いい加減にしろ。いい加減にしろと。なんか酔っ払ってて、はい、ロクさんおめでとうって言ったら、俺のテンションさ、全く真逆のテンションで、いやもう許して、コミに許してごめんって、逆に謝られたっていう。さあ、そして、ここは水中頑張りたいところだが、リードシーンの山。まあね、この富永さん、この二人はまあ、はい、帝で同キャラ対決っていうのは結構やったことあるんじゃないですか、ね。まあ、最後のリードで、なるほど。同キャラ先制したのは山の12。同キャラ戦、上手いとか下手とかよくわかんないですけどね、これ。難しいですね。これで出てきたのは、はい、さあ、富永さん、早くも、はい、徳井さんが登場ということで、はい、段階が早いですね。あのね、17対17なんで、本日。はい、今日でも、17人とはいえ、はい、人数がいるはずなんですが、中身濃い17なんで、はい、まあ、徳井さん、早くなっても、仕方のないメンバーで、今日はチーム出来上がってると思います。はい、ああ、そういうことですね。はい、あ、2進数なので2はないと。あ、そういうことですか。さあ、そして、竜対トゥエルブなんですが、あ、これ竜トゥエルブってどんな感じですか。まあ、おそらくきついでしょう。まあ、道義はきついと思います。道義はきつい、あ、道義系の波動昇竜持ってるとかなりきついんじゃないですかね。あ、もう昇竜拳を破らぬ限りみたいな、はい、昇竜拳を破らぬ限りやはりお前に勝ち目はないと。なるほど、そういったこと徳さん知ってますね。徳井さんも言ってらっしゃいましたからね、はい、言ってました。そう、まあ、この間の富永さん、はい、X のえ、はい、X のあれは東西戦ですか。なんか3-4のなんか月齢大会みたいな、 あれはかなり富永さん参加しておりましたが、あれはどういう経緯で。あれはあのフリップでやってた感じで、はいはいはい、それでまあなんか横でなんか楽しそうなことやってるなってあ、なんかと、なんかチーム戦っぽいことやってるから、ちょっとここ行ったろうと。なんか祭りだ、祭りだーって。祭りに乗り込んでしまったと。そう。はい。2回転さんと。あの、思ったよりね、やはりあの、X 勢の方が優しくてですね、富永を寛容に受け入れておりました。はい。あれ、ね、はい、大人しかいなかった。大人しかいなかった。はい。サードはどうですか。はい。サードはどうですか。あれ、サードはね、敵しかいない。敵しかいない。サードは敵しかいませんか。はい。まあ、富永さん、干してきますからね。富永さんのことを干してきます。これ、マシンを打ってやだ、取り返す。まあ、サード界には、富永の敵しかいないと。はい。切れそう。俺を干すやつしかいないと。はい、そう言っています、富永さん。なんでゲーセン来て、対戦しに来てんのにさ、はい、干されなきゃいけない。対戦相手がいないと。対戦しに来てるのに、対戦しに来てるのに、対戦を拒否されるっていう。どういうことだ。10年やってる。10年やってる俺にもっと敬意を払えと。はい、失礼。他のプレイヤーたちはもっと敬意を払わないといけない。失敬です。はい。よく聞いといてください、ほんで皆さん。はい。投げて。はい。ジャンプ、ここは弱形ですね。はい、声を大にしていきたい。さあ、そして、皆さん。はい。国技さんといえば新昇竜拳なんですが、はい、ここは新昇竜を使う気配が全く見られない、ね、ということで。まあ、ここまで来たら、まあ、はい、ゲージ入れ、ね、かなり、はい、徹底するべきカードなんでしょうね、これは。はい、
ちょっとだけ。さあ、ゼルブは絶対にフィニのはずです。チラシエキサド EX ニドル、 EX ニドル、 EX ニドル、 3回打ってこれは EX 昇竜拳、これです。富永さん、これが昇竜拳、昇竜拳が強いです。やはりここで出てきたのがタルバインなんですが、はい、富永さんはご存知でしょうか。この二人はですね、はい、2005年の時に同じチームを組んで闘技予選に出ております、はい、マジで国井タルバイン。あ、そうなんですか、はい、じゃあ元チームメイト、元チームメイト同士です、はい、マジか。国井タルバイン、さすが特製でやる。私も、生で見るのは初めてです。え、国井対タルバインを、こういったところで生で見るのは初めてかもしれません。マジですか、はい、さあ、ブロッテン、スーパースピニットブレイブ、おっと、これはしっかり、ちょっとこれまずいんじゃないですか。さあ、さどうなんでしょうか。これエレナリューはね、エレナ有利なんですか。絶対にリュウ有利だと思います。絶対に、はい、リュウ有利だと思いますよ。絶対に、はい、ジャブだけ、エクサドケン、ガンダッチ投げて、腰ガンダッチ、アーチを描くタルバイン、アーチを描いて、 あのタルバイン連携健在ですね。やはり健在ですね。大足中足エクサド、さあ国井はやり返しておきたい。この第2ラウンド、はい、タルバインはおそらく取る気満々でしょう。そうですね、ディープディープエクサド、グーが取れない。多段ブロとかできないからタルさん、はい、多分。いや、富永さん、アーチを描いているタルバインなんですが、ここは投げて、はい、描きましたね、これ。そしてやはりこの色投げ、非常に投げ前が広いということで、そうですね、の色投げ、非常に投げ前が広いということで、そういったところを活用していくタルバイン。ごめん、勝利詰めて、ナルバチ、エレナの色投げって相当性能高い方なんですよね、これ。色投げはかなり性能高いです。はい、はい、マレット、まあ、あのマレットを見るとやはりタルバインを思い出す。そういった、ね、あのあーっと、スカッといる、中足、ダイヤシー、ラウンドアジョンスカリよく見ていた中足、エクサドリープ、これはタッチアンプ、大パン、わかんねえ、大 K ですね、わかんねえぞ、これ、危ねえ。どう投げ、投げ石が溜まっているのはタルバインなんですか。ダッシュ投げ食らって、ラウンドアジョン、エクサド、これいる、タルバイン連携だが出たー、イエクサドゲー、クラッチワウ、やべえ、これどうする。さあ、仕掛けに行くのか、タルバイン、どうする、飛び込み、ダーツ、けり、マジかー、勝ったのはタルバイン、最強キャラじゃねえか、これ、分かんないですね、これ。さあ、富永さん、はい、今日のマヨンはショーンということで、ショーンで、まあ、マヨンも本人つぶやいておりましたが、はい、今日は勝てる気がしないんだと。いやいやいや、だってマヨン3ですよさあ、そしてこれどうなんでしょうかね、皆さん。まあ、これおそらくエレナユリだと思うんですけども、はい、なんかね、この前ね、キュンがね、はい、そのショーンについてちょっといろいろ喋ってたのがあったんですけど、激弱ですよ、ショーン、激弱らしい、激弱です、激弱らしいですね、本当に弱いです。ジャンプ大パンから大、なんか繋がらない、ジャンプ大攻撃から次の技が繋がらない、うん、マジで最悪の、飛びをじゃあ通してもコンボになんない、そういうことで、あった、ここはハイパー飛びてるの。さあ、マヨンのハイトルといえばっていう話なんですが、マヨンさん何もないです、何もない何もないです。なんかトクペディアの引き出しすげえなと思ったんですけど、お前今言ってみただけです、いい加減にしよう、言ってみただけです、今の、いい加減にしよう、はい。さあ、投げているのはタルバイン。まあ、ショーンといえば、はい、富永さん、まあ、マグ、そして建造、マグ建造、そうですね、池袋のジョイさんなんかも使うんですけど、まあ、そういったところが、まあ、大会でチラチラ使ってるのは見るんですけども、やはり、まあ、一番代表的なところはやはり時色のショーンでしょうか。うん、まあ、バナオにもショーンで勝てるんだと、まあ、あの伝説の言葉を残して、ね、はい、ゴアスコアシャイカタルデブ、ハイトルが減るようには見えるっていうか、実際減るんですけど、結構減ってましたね、はい、投げて取り返す。マヨンさん結構あれですね、やっぱゲームうまいですね、マヨンさん、ゲームがうまいと、まあ、スパフォーやっておりますからね、はい、ありがとう、スパフォー勢やっぱゲームがね、うまい系だよね。俺多分他のキャラとかできないもんな、俺、
他のキャラ、まあ、富永さんはあのサブキャラは豪気とヤンを使います、はいはい、俺のヤンってやる富永さんのヤンは干されないと思いますんで、富永さんヤンにしたら干されないと思いますよ。え、どうしてどうしてヤンに干されないと。そういや、俺多分さ、第一戦多分ね、一回も勝てない、多分一回も勝てない、はい。でもおそらくあれですよね、富永さんが、はいはい、ここ1年2年の間で一番戦っている相手って多分ヤンですよ。ああ、そうか。なんか、変なブヒブヒ言ってるやつが結構入ってくるブヒブヒ。あっと、ここは違う、シャイバトルで、あっと、これゼロノットまで行きましたね。あ、マジか。ワイオンシンすげえ。PNA! 桜木花道出ました。出ましたね。さあ、ここで登場、トリゴモクなんですが、はい、ビビってます。なんかちょっとあれですね、飲まれちゃった。富永さん、完全に五目ビビってます。ちょっとやりづらそうですね、はい、すごくちびりそうだと話しております。いやいやいや、リーブビューシーボンショー、5番ボンショー、5番ボンショー、何回入るんですか富永さん。これ10回ぐらい入ります。10回ぐらい入るんですか。はい、宵闇さんが笑っておりますが、これは宵闇さんにあと何回入るのか伺いたいところですね。これは10年やってますから。いいつ、さあここで霞鈴作使っていく、投げて、さあ、トリゴモク、かなり久々というか、東西戦初めての勢いなんじゃないでしょうか。はい、キープ、交渉、5番、中足、アイパートレード、これは息吹なんで、やはりかなり減っている、DX、飛燕でしたっけね、はい、毎中継、つむじ、いや、これ、トリゴモクが めちゃめちゃホッとしてるんじゃないですか。多分ホッとしてますね、はい。鉄さん、ここで出てきたのは初登場ですね。初登場、鉄さんの誠、はい、まあ、色は古谷カラーということで、そうですね、はい、めぐり中継投げて、さあ五目、まあ、富永さん自分がやはり誠を使うということで、はい、いびきがかなりやっているとは思われますが、はい、嫌なもんですか。これはね、キャラ差が終わってます。キャラ差が終わってる、はい、これ82でいぶきゆり、82でいぶきゆり完全に終わってます、はい、どこら辺がやはり8人つく要素ですか。あのね、はい、ライダが8人でウキウイって言った瞬間、ヨイヨイさんかなり近くまでご前にいらっしゃいましたが、え、はい、じゃあヨイヨイさん長温かい目で富永さんの方を見ておりますが、8人でウキウイ、8人でウキウイ、8人でウキウイ、それは間違いない処方ですか。間違いない、はい、やはりこれトリゴモクリーダーしておりますからね、はい、10年やってますから、はい、やはり10年プレイヤーには私敬意をかなり表しておりますんで、はい、バカにしてる。いや、そういうスタンス、かなり、敬意を表しているスタンスで。今バカにしたでしょ。バカにしてないです、バカにしてないです、尊敬しております。10年プレイヤーは尊敬のバランスで。さあ投げて、トリゴモク、ここはターゲットからライダー、元ギャルを、あれ、ライダーが最強すぎて終わってる。